この当たりはセンターへ、前に出ていたセンター、それは見送ってフェンスダイレクト、ランナーが今帰ってくる。柳田またサードに行く、1試合2つ目のスリーベースヒット、見事なバットコントロール威力を見せた柳田。サードまで到達しました。今公式記録が入りまして、ヒットとそしてツーベースヒットと一つエラーが記録されています。センターのエラーが一つ絡みました。ただ改めて松井さんいかがですか。ね、本当にちょっとで甘く入ってくるとね。